始まっちゃうんだな、どうしよう。自分で撮ってるのおかしいですよね。ドリームキングダム前田恭一のミュージックポンド。わーい、この放送は JR 武蔵小杉駅より歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございます。川崎 FM サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。また、動画配信サービスショールームで同時生配信もしております。はい、ひらがなでリートモアで検索していただけると、この空間が映像でもお楽しみいただけますということです。2月23日、金曜日19時を回りました。第11回前田恭一のミュージックフォンドでございます。はい、この番組はですね、前田恭一がですね、シンガーソングライターのね、日本一人見知りなシンガーソングライターのね、前田恭一がゲストを迎えたり誰も来てくれなかったりしながらですね、ちょっと適当にね、音楽に関係あるようなないような話をしていこうっていう、そういう番組ですね。今日はですね、なんと天皇誕生日ですかね。天皇誕生日ですよ、皆さん。3連休ですか、世の中は。何をしてお過ごしなんですかね。いやー、お休みのことも言うのかな。私はこの後朝の8時ぐらいまでまだ仕事があるので、まだまだという感じなんですけど、まあ、お仕事の方は一緒に頑張りましょうということで、他にもね、富士山の日、工場夜景の日だそうです。コンビナートとかね。あとはね、税理士記念日だそうですよ。皆さん確定申告はお済みですか？ちゃんとしましょうね。怖い怖い。さらに、チーズダラの日ね、お酒が好きな方はチーズダラは今日はどうでしょうかね。そして2月23日生まれの有名人は徳川綱吉、お犬公方様ですね。そして北大路欣也さん、宇崎竜童さん、中島みゆきさん、野口五郎さん、プラザトムさん、元ウィンクの相田翔子さん、ハリセンボンの近藤春菜さん、亀梨和也さん、ね、石川佳純さんね、あと卓球のね、たくさんいらっしゃいますね。大御所ばっかり。全然私なんてお呼びもつかないような大御所ばっかりということでね、まあ、ちょっとゲストの方もいらっしゃってるんですけど、この辺でとりあえずね、一曲いきましょう。日向坂46さんで、こんなに好きになっちゃっていいの。写真撮っても大丈夫かな。写真、写真後で撮ってくれます。本当、みんなで、みんなでではないけど、終わった頃に撮ってくれるし、終わった後に、そこで撮ってもいいし、ここで撮ってもいいし、この後は次の番組とかないんで、あ、ないんだ、ゆっくり撮影したいところは撮影できます。あ、はい、はい、ね、出るって、まあ、SNS で言ってくればよかった。言ってこなかったんですか？言ってこなかった。なんてこったい。マジですか？昨日ライブのこと、ライブやってきてくれなかった。ひどいじゃないですか。あんまりだ。あんまりだよね。ライブで。それでほら、今日 CD も忘れてきちゃった。じゃあちょっと忙しかった、ね。忙しかった。頭パニックだった。バタバタだったです。初めての主催だったから。申し訳ございませんでした。とんでもございません。あれは元気さん。じゃないか。違う、さっきの人たち。さっきの人、ああ、そっかそっか。前の人たちか。いや、でも届くかな、なんかね。過ぎちゃって7時。ああ、そっかそっか。もうね、来て、そろそろね、なんか来てもらってもいいのかな。一応ラストにしたから24、6分くらいまで大丈夫だけど、何にもこう、あれを持ってきてないという、はい、なんですかね。あ、トモさん、おはようございます。ありがとうございます。トモさん、応援しに来ていただいて、お仕事もありました。わあ、パチパチパチ。何ですかそれは。私を応援してくれている
埼玉の埼玉県の神みたいな人です。へいつも応援してくれてるんです。入ってまだ始まったのか。今日のゲストさんいらっしゃってます。配信しないんですかね。頑張ってるね。あ、まえさんも、おやすみ、お疲れ様、久しぶりの過ごしね。そうか、自分で撮ればよかったんですね。神ではないよ。では仏ということでいいですか。まえさんもありがとう、来てくれて。今日お仕事じゃないの。めっちゃお腹鳴ってる。お腹すいたですか。お腹すいたですかっていうか、まあ、そうですね。どうしよう、さっきストリーミングがダイエットしたら、そうか、それ詰めて彫刻が一つでもあったらいいの。あ、そうか、これが彫刻だからか。これが残ってた、どうしましょうか。これ一応私のフライヤーなんで。フライヤー。私今度 C ポエムができたらじゃあ作曲していただこうかな。いやいやいや、はい、手で持ちます。若くて可愛い声が。ちょっと待ってください。LINE の状況的にまだ返事はないですね。でも向かってる感じ、はい、ギリギリになるっていうか、はい、もう過ぎてますね。まあそうですね、来なかったらしょうがないですね。来なかったら諦めましょうね。そしたらまたお願いします。はい、はい、だるまさんありがとう。まえさん久しぶりにオリジナル曲聴きたい。ごめん、今日オリジナル曲流さない、許して。いや、聴きたいです。お疲れ様。ゲストさんどなたですか。これから紹介します。紹介っていうか自分で、自分で言っていただきます。はい、日向坂46さんでこんなに好きになっちゃっていいのをお聴きいただきました。そしてゲストさんいらっしゃってます。自己紹介をどうぞ。はじめまして、勝山白麗と申します。よろしくお願いします。お願いします。白麗さん、なんとなんと流麗な名前のゲストさんなんでしょうか。画豪です。画豪、はい、書道の画豪です。あ、画豪っていうと、うん、あれですね、はい、なんて言うんですかね、はい、なんと表現すればいいんでしょうか。ちょっと聞き慣れはないんですけど、書道界のお名前ですね。あ、書道界のお名前なんですね、はいはいはい、なんかすごいですね。いえいえ、とんでもないです。で、ね、実はね、9月にねゲストで来ていただいたね、はい、水沢レインさんのね、はい、ご紹介でね、はい、今回来ていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。なんですか、本職は書道家さんということでよろしいんでしょうか。はい、そうですね、今は自宅で、はい、お子さんとか大人の方に、はい、今は大河ドラマの源氏物語とかやってるので、特に光源氏を奏で書いたりとかして、大人の方には教えて差し上げてます。すごいですね、はい。じゃあ、何ですか、最近の活動内容としては、はい、書道家さんの、はい、がメインと思いきや、はい、思いきやなんか最近曲も出したみたいなような話を、はい、聞いたんですけれども、まさか歌もお歌いになると。そうなんです。書道家でありながらも、はい、
演技もして、はい、歌も歌い、はい、なんですか、三足のわらじですか、三足のわらじ、かっこいいですね、三足のわらじって。さまざまやられてるんですまだやりますか、四足五足とまだありますか。与えられれば、与えられれば何でもありますよと。はい、なんですか、はい、ちょっとまだ曲が届いていないということで、終わりギリギリにまでに、はい、間に合うか間に合わないかっていう瀬戸際ラインらしいですけどちょっとぶっちゃけたことを言ってしまった私がどじまりした。いやいやいや、もしかしたら届かないかもしれないし、はい、届くかもしれないよみたいな。これで7時24、5分までに届いたら流せるかなと思うんですけど。そうですね、うん、昨日ね、2月22日って、はい、にゃんにゃん猫の日だったので、猫の日ですね、はいはいはい、初めて私が主催して、はい、ライブをやってみました。おうおう。でこの天使の足跡っていう CD を出したんですよね。その天使の足跡がタイトルなんですね。はい、そうです。ファーストデビューシングル、そうです、天使の足跡、はい、okay? ということは昨日のライブでは、はい、その天使の足跡とカップリングはありますか。ノー、はい、じゃあ天使の方と1曲とカバーが曲歌いましたカバーノーです。ノーカバー、ノーカバー、ノーカバーだと天使の足跡1曲だけ歌いましたか。はい、Yes。その天使の足跡は何分ですか。だいたい5分ぐらいですかね。じゃあすぐライブ終わっちゃうじゃないですか。でもプロデューサーさんが、はい、ピアノをね弾いていただいて、ふお、さらにピアノと、はいはい、プロデューサーさんが自ら歌を歌ってくださって。プロデューサーさんも歌うんだ。はい、そうなんです。すごいね。そうです、すごいこうなんだ、濃厚なライブになりました。じゃあ結構普通の、はい、コンパクトな感じじゃなく、はい、1時間2時間ってがっつりやった。まあ1時間はたっぷり聞いていただいて、すごいじゃないですか。楽しかったです。もっともっと皆さんにお伝えしたかったんですけど、はいはいはい、今ねたまたまリフォームを家してて、リフォーム書道教室のね、お金かかったでしょうよそんな。それでヘトヘトになって疲れちゃって、SNS でいらしてくださいっていうのがなかなか伝えられなくて、もうそんな余裕はなかったと。そうなんですよ。いや今日も、うん、今日もあれなんですよ、うん、なんかもしかしたら、うん、そういう書道のねレッスンに来られる方がね、はい、たくさんいらっしゃるから、はい、ちょっと予定開かなくて連絡ないのかなと。そんなことないです、とんでもないです。前田さん、そこら祭日だしみたいな祭日だからやっぱり生徒さんとかやっぱいらっしゃるから、ちょっとその予定が見えないとなんか簡単にちょっと来れるとか来れないとか言えないのかなと思ってたんですけど、とんでもない、そんなことないです。来ていただいて光栄でした。こちらこそもシンガーソングライターの前田さんのラジオに出させていただいて、いやいやいや、本当に私はもう全然歌ってないでゲームばっかりやってます最近はですか。そう、ゲーム配信ばっかりやってます。それはダメですね。そっちの方が人が来るんですよ。それはダメ。残念ながらね、ゲーム配信の方がね 1000人ぐらい来るんですけど、今ね CD が届きました。歌歌っても30人しかぐらいしかないですでもこうやってね、はい、歌ってくれっていう方もいらっしゃるからね、すごいありがたいんですけど、はい、またぼちぼち歌いたいんだけど、うん、でも、はい、ほらあれじゃないですか、ずっとゲーム配信1ヶ月ぐらいやってると、うん、2ヶ月ぐらいかな、うん、なかなかこうまたさって歌に切り替えづらいみたいな、ちょっと恥ずかしいみたいなそうなんですか、恥ずかしいとかあるじゃないですか。そんなことないですよ、いろいろやらない、両方ね、はい、両立できたらいいなとは思ってるんですけど、タイミングがねちょっとね、恥ずかしがってる場合じゃないですよ。恥ずかしいですよ。恥ずかしいね、恥ずかしがり屋さんですね前田さん。芸能を始めたきっかけとかあるんですか。もう私はですね、はい、NHK の受付をしてたんです。NHK マジ、はい、すごいじゃないですか。とんでもない。それで NHK の受付をしていたら、たまたまマネージャーさんとかと知り合いになって、うん、テレビに出てみないかなっていう感じで、大河ドラマとか。あ、そう、大河ドラマ秀吉って書いてあったじゃないですか。大河ドラマ秀吉いたんですか、すごくないですか。
神じゃないですか。神ですか。あの頃はなんかね一生懸命頑張ってました。なんですかあの頃。今全然頑張ってないみたいに。いやもう本当にね所作とかね難しいですからね。だって秀吉ってあれじゃないですか、竹中直人さん、はい、あそうですそうです。もうめちゃめちゃ、いや見てはいないですけど見てろよみたいな。そこで見てリアクションがちょっと古いです。いやでも本当ハマり役だと思いますよ竹中さん。そう竹中さん、竹中さんを除いてはもう本当秀吉まあね、うんうん、やっぱり一番合ってるんじゃないかなと。そうですよ、ね、思いますよ本当に。タタタタタンってこう階段を上がり詰める感じがね、そう素晴らしいですよね。なんか陽気な感じ、そうそうそう、トリッキーな感じというか、ね、そうそうそう、まあそう後々やっぱりなんですよね、野田ねカンタービレってあります、はいはいはい、あれでもう本当になんかこの役者さん本当にすごいなってさらに思ったんですけど。そうですよね、うん、なんかね普段はすごくシャイな方で。そうなんですか、ね、うん、すごい可愛らしい方でした。いいですね、そんな、うん、そんな舞台に登れていいですね。私歴史が好きだからやっぱりね、うんうんうん、まあ、その割には見てないって言われたそうね、今ひどし見てないっておっしゃってた。まあ、なんだろうな、うん、映像よりね結構本が多かったんですよ。あそうなんですね。本を何百冊って歴史小説ばっかり読んでて、はい、勉強もせずに歴史小説ばっかり読んでる人だったから。いやーすごい素敵。秀吉好きなんですけど、徳川派っていうよりは豊臣派なんですよ。あ、そうなんですか。どちらかというと。あらそうですか。やっぱ派閥っていうのがあるじゃないですか。信長が好きですとか、家康が好きです、秀吉が好きですとか、いろいろあるじゃないですか、うん、推しみたいな。要するに推しですね。歴史の推しみたいな。歴史の私はあの豊臣秀吉に出てますけど、うん、あの勝山家は、はい、あの徳川家の。あ、そうなんです。の民族なんですよ。そうですね。お金持ちですね。全然違います。うちは本当に私なんてもうあれですから、普通 の、 あの貧乏ですから。いやね、でも才能が終わりですから。いやいやいや、そんなことないですよ。皆さんの方は才能終わりですよ。皆さんの才能ある人は有名になりますからね。ちゃちゃっとちゃちゃっとね、うん、じゃ頑張って、うん、あのこの天使の足跡、皆さん天使の足跡、ね、天使とはもしかして勝山さんのことですか。いや、あのね、天使ってね、これうち飼ってた猫が、あー、そっちの天使ですね。そう、亡くなったの。あ、そういうことですね。そう、亡くなってとっても寂しい思いをしたので、はい、でこの猫ちゃんのことを歌ってみたんですよね、うん、あ、その猫ちゃんに対する思いを、思いをラブソングで歌ってみた。なるほどなるほどですね、はい、そのラブソングまだ届いてない。届いてます。あ、届いてる、届いたんですね。じゃあまあエンディングまで待っていただいてもいいですか、ね、よかった、ほっとした息。いや、よかったです ね、 ね、届けてくれた方はいらっしゃるんですかね。よかった、帰っちゃった。帰っちゃったらしいです。来てすぐ帰るの、帰る。なんかもうウーバーイーツみたいな。来てすぐ帰る。寂しいですね。なんかコンタクトないんですか、勝山さんに対する。いや、特にないみたいです。お疲れみたいな。頑張って応援してるよみたいな、そういうのないんですか。ね、あってほしかったですよね。あ、さっと来て、さっと。ちょっとひどいですね。ちょっと一時的ですね。ウーバーイーツ。まあ、ウーバーイーツでも届いたのでよかったです。すいません、もう本当に昨日ね疲れてバタバタしててすっかりね。バタバタして今日忘れちゃったんですよ。じゃあ、 あのもう一曲、あの真ん中に一曲挟んでよろしいですか、ね、いや、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと聞いてみたいです。いやいやいや、私の曲は流しません。え、前田さんの曲聞きたいです。いや、私の曲はちょっと流しせないですよ。だって今日 PA さんに行ってないですもん。PA さんとそういう打ち合わせしてないんで、それをあの約束破るのはちょっとあのドタバタさせちゃうんです。そうですね、じゃあ次回、うん、ということで、じゃあ、2曲目いってみましょう。日向坂46でときめきそう。大丈夫です。疲れた。疲れないじゃないですか。人生に疲れて人生疲れませんか。疲れない、もうすごい、もうやる気満々です。環境に恵まれてるんだ。いや、多分ねポジティブなんですよ、性格が。いいじゃないですか、大事です。だからもうなんかこう裏切られると
それが即戦力になるっていうか。はい、あ、ジャスラック、ジャスラックに登録してある曲ですか？してると思うんですけど、どうだろう。それは私にどうだろうって言われても私は分かんない。え、私ちょっとあのプロデューサーにそういうこと聞いたことないですね。はいはい、あ、はいはい、はい、大丈夫ですよ。せっかく届けてもらってね、届けてきてもらってね、まあ、水さん、まあ、それそれは確かにそうです。それはさすがにもう悲しくなります。歌ってほしい、うん、まあでも最悪、最悪歌うっていう手もあります。あ、もうね、じゃあ、あの、いいですよ、私に歌いって言ってるんだけど。また配信、アカペラでじゃあ歌いましょうか。せっかく音源が来てる。これ流すの、流しちゃいけないんですかこれ。あ、あ、そうなんですね。はい、 YouTube ね。そう、これが今この状況が動画になっているので、で、私がラジオブログを書いたらその動画が、あの、アップされるので。全然でも私が作ってるものだから大丈夫ですけど、うん、まあ、全く問題ない。ちょっと私には細かいことはちょっとよくわからない。私ちょっと日本語ちょっとよくわからないから。私もはい、はい、はいはい、あと6分50、はい、終わりました。はい、お願いします。じゃあと実質2分40時間です。やばいです。もうこれは今日書いてきた台本はもう次回に回します。よろしく、また次回を読んでいただけるいやいや、もう多分次回はないです。え、そんな、この番組3月終わります。そんな、エンドだ、次回はないです。来月にゲスト一人迎えてるので。え、そうなんですか。誰、誰を。します。嘘、モデルさん来月来るって。あ、そうなの。20代の子ですか。いや、わかんないです。そこまで細かくは聞いてないです。細かくは聞いてだって自分がお呼び、やっぱりあの来ていただいたモデルの方に紹介していただいた方が来てくれるって言ってるから。はいはい、お願いします。じゃあエンディングコーナーです。もうそんな時間なんだ、早くな。チョコレートのこと言いたいです。え、何、いいわよそんなの気にしないで。はい、それでは、日向坂46でときめきそうを聴いていただきましたということで、それではそろそろもうお時間ということでエンディングコーナーですねということで、ゲスト告知などあればよろしくお願いいたします。あの、今天使の足跡ね、あの勝山さやる、勝山伯礼が、勝山伯礼にゃんにゃんの日に歌ってますので、よろしくお願いいたします。ぜひ皆様、せっかく告知だからもっとガンガン声張った方がいいですよTikTok とかもあります。インスタも。お、 TikTok あるんですか。あ、はい、あります。なんだ、言ってくださいよ伯礼勝山で検索お願いします。むしろ私をフォローしてくださいよかしこまりました。 TikTok とかインスタかしこまりましたとか言ってフォローしてくれないんだよね。いや、フォローします。めっちゃ欲しいですとんでもない、あの、あれです、リフォームで大変でした。 TikTok とインスタと、はい、あと何、 YouTube があるんですか。 YouTube も、はい、あってます。 X はあるんですか。 X もやってます。 X もあって、スレッズもある。はい、はい、スレッズはないですちょっと今引っ掛けた引っ掛かった、えってなんだろうと、 Facebook とね。あ、
当に皆さん検索してみてください。はい、お願いします。ということで本日の放送はラジオブログで再放送をお楽しみいただけます。はい、川崎 FM はリスラジポッドキャスト YouTube で聞けるのでご都合に合ったツールでチェックお願いいたします。はい、メッセージは kcity@kawasakifm.co.jp、 ホームページは kawasakifm.co.jp。 前田教一は TikTok、 インスタと X が kyochan0314 坂道シリーズ好きな方はぜひ。そしてオリジナル曲、18曲リリース中です。すごいです。そして本日は、ね、お聴きいただきありがとうございました。連休の中ね、良い週末をお過ごしくださいということで See you next time ということで See you next time。 最後ね、勝山さん曲の紹介をお願いしてこの曲を聴きながらお別れいたしましょう。はい、勝山白麗で天使の足跡、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。聞いてください。はい、耳外れてるじゃん。ごめんなさい、許してください。違う、なんか固定できなくて、なんか一回なんかこれ外れちゃって、聞いて固定できなくて、これは勝山さんのギターを弾いてポロポロポロってやりながら、ていうかあれすればいいじゃないですか、配信すればいいじゃないですか、歌配信とか。そうですよね、どんどんやりたいなと思って。